あ、どうも、鴨井雄三です。こんばんは。今日はですね、初のロケということで、僕は初のロケということで、今回からですね、初めて、新しい企画が始まります。B 級グルメの旅ということですね。本当は皆さんからですね、募集をして、それをくじ引きでいきたいところなんですが、今日はとりあえず一発目ということで、今日はですね、我がナスウェブのパーソナリティ一人をですね、連れて、ちょっとあの名物料理を食べに行きたいと思います。今日一緒に行ってくれる方はこの方です。どうぞ。どうも、ベネルッパさんです。はい、今日は何を食べに行くか知ってますですか。さあ、これはですね、僕がただ行きたいだけなんですけど、はい、スープ焼きそば。お、塩原で有名なスープ焼きそばです。はいはいはい、これ元祖の道に、アポなしで向かいます。はい、さあ、これお店の方が OK 出してくれるかどうか分かりませんがこの格好で食えるのかどうか分かりませんが、これから行ってみたいと思います。はい、それでは皆さん楽しみにしててください。行ってきます。はい、というわけで、塩原に到着しました。風がすごい、ちょっと下よりは寒いね。はい、はい、そんなわけでお店こちらです。釜彦さんです。はい、こちらあのアポイントなしで来たんですが、心よく OK していただきましたので、今から店に入りたいと思います。では中に入りますか。では、はい、これが釜彦自慢のスープリアクスの700円。これ楽しみですね。はい、お客さんもいるんですがこれ第一発目ですね。楽しみですね。出てくるの待ってましょう。はい、ずっと撮ってる。あ、来ました。お待たせしました。はい、どうぞ。撮ってる、撮ってる。来ました、これが。おお、スープ焼きそば。お待たせしました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。これが皆さんのスープ焼きそば。はい、どうですか。うん、ですね、楽しみですね。じゃあ、これあの映像は後から来たのもう一度じゃね、しっかり皆さんにお見せしますので、僕らはさっさと始めますが、はい、すごくね、店主も見てるので恥ずかしいんですけど、ブログとかの書き込みではなんかスープがね、あの焼きそばの味がする。まずスープから、はい、いきますか。どうぞ。ラーメンじゃないですね。うん、焼きそばの味しますね。あ、します。不思議だね。焼きそばです。おう、うまい。うん、リアクション静かですよ。僕らプロじゃないからなかなかコメントしにくいですね。美味しいですね、これ。うん、中にはキャベツとですね、ナルト、それから鶏肉ですか、入ってますね。本当に焼きそばみたいな具材が。うん、カメラマンさんも食べたいですか。あげません。うん、うまい。いや、今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しいですね。僕初めて食べたんですよ、はい、このスープ入り焼きそばって。そうね、はい、まあ、初めての味でしょ。初めての味です、はいはい、でもずっと前から僕食べたいと思ってて、あ、はい、で、あのこんなインターネットラジオ僕知らないですよね。あのナスウェーブって言って、あの一応スタジオはナッシュ話あります、はい、あの同じ今シーンになってますけどね、そこからパソコンで見るラジオっていう形で映像を今あのこ
これお送りしてるんです、はいはい、で、まあ、あの番組企画としてですね、栃木県においしいものがいっぱいあるということで今日第一発目になります。あ、ありがとうございます。そのわけで今日はこちら釜彦さんに、はい、お邪魔したんですけど、これちょっと僕知りたいんですけど、スープ焼きそばっていつ頃からやってるんですか？もうスープ焼きそば54、5年、はい、54、5年やってる。はい。おこれきっかけは何でスープ？きっかけはですね、ソース焼きそばありますね、普通、はいはい、それが出前に行ったんですよね、はいはい、お客さんがラーメンのスープを持ってきてくれっていうお客さんがいたんですよ、はいはい、と54、5年前、はい、ラップも、はい、シンクの蓋もない時代でしたよね、はいはいはい、とスープだけ持ってくると岡持ちで持ってくるんですよね、はい、とスープで持ってくるとお客さんにいた時にはもうほとんどないんですよ。あ、はいはい、こぼれちゃうんですよ。こぼれちゃって、はい、と麺を入れると少し麺がこう蓋代わりじゃないけどこう揺れを鈍くする、はい、そうすると少しでも多くのスープをお客さんのところに届けられると。あ、なるほど。まあちょっと考えられないね、そうですよね、はい、ちょっと僕食べたばっかり汗がすごいんで吹かせてもらってもいいですか？それはじゃあもうスープをできるだけこぼさないように持ってきたくてスープを入れてしまったってこと？そうです。もうすごい発想ですね、はい、ちょっとねちょっとねミスマッチですよね、はい、やっちゃいみたいな感じだったんですか？まあお客さんと相談しながら、はい、まあ、入れても、はい、入れてもいいみたいな、まあ、2、3年、はい、あの今の味にするのにはかかったって話聞いてますから。あ、お父さんが初めてじゃなく、私の親が、あ、最初に、はい、どんな方だったんですか？まあ、そういう考え方、考え方やるんですからね、ちょっと入れちまえみたいな。あ、なるほど。ここ他にもどうなんですか？スープ入り焼きそばの他になんか写真で見るとソースカツ丼なんかもおすすめみたいですけど、はい、これももう30年からやってるんですけど、30年、昭和30年、はい、肉はやだがやし、はい、うん、あのソースをね、はい、いろいろブレンドして作って、私も作ってるんですけど、はい、おお、このスープもやっぱりそのソースが使われている。それはまたソースカツ丼また別、また全然別です。なるほど。これはもともとじゃあラーメンのスープを焼きそばに、そうですね、入れて、そうです、ね、今も同じ作り方で、同じ作り方。あ、まあスープをね、真面目にとってますんでね、はい、それだからこの味が出ますんでね、はいはいはい、あ、いらっしゃいませ。失礼中に申し訳ないですね。これ本当僕初めて食べたんですけど美味しかったです。ありがとうございます、はい、もうまた来たいと思います。そうですね、はい、病みつきになるとい、はいはい、そうですね、最後にご飯を入れるというのは本当普通の食べ方です。そうですね、はい、ご飯の上にそばを乗せて食べる、はい、うん、残ったスープの中に入れる、はい、いろいろ食べ方あるんですけど、ね、そうですね、はい、これ結構皆さんのライスも一緒に頼んで食べられる。そうですね、まあ、はい、どうですか、食べて合うでしょう、はい、合いますね、うん、麺を食べて最後にスープご飯、はい、これいいですね、はいはい、ぜひじゃあ僕もまた来たいと思うんです。よろしくお願いします。見ている方にもよかったらじゃあ最後に店主からアピールがあれば、はいはい、そうですね、味をしっかり守ってますんでどうぞまた、はい、しょうがない来たらどうぞ寄ってください。よろしくお願いします。じゃあ今日は、スープ入り焼きそばで有名な元祖ですね、まあ、はい、元祖スープ入り焼きそばの釜彦さんからお送りしました。ではまた。本日取材させていただいた食堂釜彦さんは、もみじ谷大吊橋で有名な旧塩原町、現在の那須塩原市にあります。国道400号線を北上すると左側に元祖スープ入り焼きそばの赤い看板が目印。1杯700円で食べられる温まるスープ入り焼きそば、塩原に行ったら一度は食べる価値ありの一品です。じゃあそんなわけで第1回なかなか面白かったですね、店主もね心よく取材させていただきまして、こんな時にね店長のようにメールが来てますが、はい、それではまた次回第2回楽しみにしててください。それではまた、バイバーイ。